バシレ・ア・レクサンドリは、モルダビア公国バカウ出身の詩人、劇作家、民族学者、政治家、外交官。1852年から1853年にかけてルーマニア民謡集を表して、ルーマニア民謡を西ヨーロッパに紹介、民族意識の高用に貢献した。また、ルーマニアアカデミーの創立に携わった。 1821年7月21日、モルダビア公国バカウに地主であった父バシレと母、エレナのもとに生まれる。1828年から1834年に、かけてヤシにある寄宿学校で学び、その後はパリに留学。1834年に、医学、科学、法律を学ぶ者のフランス文学と啓蒙主義の影響を受けて文学を学び、 帰国した。1838年よりパリ留学にて学んだフランス語を生かしてエッセイを書き始める。1848年、フランスの社会思想に影響を受けてモルダビア革命に参加。しかし失敗したため一時的にトランシルバニアやオーストリアに亡命する。1852年に喜劇、田舎の切りを表してルーマニアの民族演劇を確立。また、 同年から1853年にかけて、ルーマニア民謡の集大成である、ルーマニア民謡集を表した。1859年、ルーマニア公国として、モルダビア公国が統一した際には、ルーマニア公のアレクサンドル・ヨアンクザより、外交官に任命された。その後は、ルーマニアアカデミーの創設に携わった。1890年8月20日、ガのため矢師で亡くなる。 モルドバの首都キシナウに立つバシレ・アレクサンドリの記念像。彼はルーマニアのみならず、モルドバにおいても高い評価を受ける人物である。ABE 版 U100 大辞典 1973P31 アレクサンドリとは引く言葉ンク、2013年4月7日、閲覧。ありがとうございます。